お越しいただきました徳島市阿波踊り振興協会選抜連の皆様です。ご紹介をいたします。430年以上の歴史と伝統があり、今もなお進化し続ける阿波踊り、今や徳島が世界に誇る伝統文化となっています。その伝統を後世に正しく継承するため、日々研鑽を重ねてきた阿波踊り振興協会に所属する演歌選抜連として参加します。確かな技術に裏付けされた昭和のある鳴り物、優美でしなやかな女踊り、躍動感と時には繊細さも兼ね備える男踊り、各連で選抜された32名の鳴り物、踊り子の個性が織りなす特別な喫茶館、阿波踊り振興協会選抜連の洗練された踊りをご覧ください。
続いて参りましたのは、本場徳島から来ていただきましたアホーレンの皆様です。アホーレンは昭和32年、1948年に結成され、今年で76年目を迎えました。肩に込め抜かれた破れ傘のデザインは、結成当時と変わらず先人たちが作り上げ引き継いできたアホーレンのシンボルとなっています。ほっかむりをして提灯を持ち、豪快かつ奔放、泡虫の踊りを守り続ける勇壮な男踊り、凛とした姿勢から繰り出す差し足の舞踏で楽しさに美しさを兼ね備え、次々と形を変えていく集団美の女踊り、そして成長泡止め期の鳴り物の達人たち。アホーレンは数々の新創作を生み出しながら、その時代時代に合った和踊りを作り上げ、中でも唯一無二の女踊りが舞う逆踊りは徳島の夏の風物詩ともなっております。アワーのあの字はアホーのあの字。さあ皆さんご覧ください、これがアホーレンです。
トリコ様、菅コロッタ、thank you.
本番6時までにお越しいただきました。三日まで皆様